大変な中ありがとうございます。そう、じゃあ私が源太さんを知ったきっかけから話すと、うん、もうこれですよ、この2002年のこれを、ね、私でもこれを当時デッサン教室みたいなのに通っていて、豊橋の駅の近く で美大のため、そう、美大のためだけの花瓶とかつまんないものばっかり書かせるんです。で、まあ、基本やねんやろうな。そうで、もう必死だったから、とにかく美大行こうって決めたのが遅くて、でも絶対受かるためにはもう他のとかじゃなくてもうそこだけっていうことで、うん、みんなが結構色彩構成とか楽しそうなことしてる中で、私はそのデッサン1本で色彩構成もせずに、もうずっと数学は得意だったから数学で入ったんですよ。でもう国語がもう全然意味わかんなくて、未だに日本語読むのはもう遅いし、もうダメダメなんですよ。漫画も読めないんです、だから遅すぎて。アニメは好きなんですけど、だから文章拾うのが結構しんどいです。しんどいです。でもすごい損してると思います。世の中の情報ほとんど文字じゃないですか。でうまくその言葉に思ってることを変えれないから、なんか辛いですね。簡単なメールもじゃ。俺かあの漢字やな、うん、漢字がもう覚えられへんから、うん、ちっちゃい。あ、へえ。これ勉強しても勉強してもずっと0点に近かった。ひどいやろ。え、なんで漢字ダメだったの？今ね、今も。今も全然あかん。小学校1、2年生。詰まってるから、なんかカクカクしてるから。で文章も、うん、こう読んでるけど、うん、ひっくり返る。頭の中。で喋ってても、うん、ひっくり返って喋るから。私もそうです。やろ。未だにすごい。なぞったことない。二字熟語系は全部逆に始めた。もう今直されすぎてどっちか分かんないんですけど、黒白。自分ではちゃんと言ってるつもりなんだけど、みんなは逆だ。そうそう。でそれも直されすぎて結局どっちだったか分かんなくて、白、みんなは白黒っていうかも、ずっと黒白って言ってて。結露もロケツっつってて、な感じで全部逆に言っちゃってたらしく、メラとか、うん、ラメのことメラとか、なんか全部業界人みたいな感じですよね。そうですね。あ、私もなんか業界人っぽくシースーって言おうと思ったらずっとスーシースーって元に戻ってたことある。あ、なんかいいこと聞いた。なんかあるんですかね。あれはなんか分からんけど、うん、もうでも本気で必死でなんか恥ずかしいから、うん、大人になってからやっぱりちょっとバイトとか行ってもめっちゃ恥ずいやん、うんうん、小一の感じとか小二の感じが書かれへんかったり、うん、もうそれだけでアホ扱いされるからすごくプレッシャーで、うん、でやってみてんけど、うん、毎日帰って、うん、勉強してたの。勉強してた。それでもあかんかったから、うん、あ、これなんかちょっとやっぱ障害はもっとなって思ってから楽になったからな。あ、なるほど。それ思うまではやっぱしんどかったからな。有名な建築家の人とかでも文章読ました。すっごい遅いし、めっちゃたどたどしいね。そうそうそう。小学校1年生の子がまだ文章慣れてなくて、読んでる読み方そっくりやねんけど、なんか多分そういうもんやねん。そういうもんか。安心しましたもん。すごい飛んでしまった。いやいやいや、そうなんかで、そんな授業してる中でなんかもう雑誌が何個か置いてあって、その1個がこれだったんですよ。で私がすごい好きなマリちゃんっていう先生がいて、刺激になるといいということで、こう普通のそういう堅苦しい雑誌だけじゃなくて、あの受験のとかじゃなくて、こういう遊びのを入れといてくれて、でもう釘付けですよ。こうなんだ、こういう色使いと、なんかもう人の顔と表情と全部が、もう絶対外人が描いてるって決めつけて、でこれを行くたびにこうずっと見てたから、マリさんが結局これくれて、で私持ってたんですよ。でなんかずっとなんかたくさん引っ越ししたんですけど、これだけは持っているようにしてて、で嬉しいな。そういうある日、この細野ビルで細野さんに会った時に源太さんの話を聞いて、初め細野さんが何言ってるかもう解読できない、もう全然会話に会話にならなくて、で私が初めて大阪で展示してる時ぐらいに、かっこいいライブペインターの人がいるって言って見せてくれたんですよ。それが源太さんだったんですけど、だけどまあその日が自分のライブペイントの日だったから、あ、いけないなっていうので終わって、
とは別に細野さんに会った時にこの原画を見せてくれて、うん、おえってなって、見てた見てた、そう、全然これ知ってます、どういうことですかって、ようやくその細野さんの話を聞くようになって、うん、でなんか映像見せてくれて、そしたらその同じ人のライブペイントで、うん、あーってなって、あ、これ日本人だったのみたいな感じになって、で66点でいつも描くからみたいになって、それでようやくこれが小泉玄太の絵だってその分かって、でなんかもう嬉しすぎて、もう一緒に写真を撮ったんですよその絵と、うん、でなんかもうサインくださいみたいな感じで撮って、うん、それで何年前やったっけ、それが14年の話だったかもしれない、うん、眠ってたな、だいぶな、ほんじゃ、その、うん、そのここでつながるまでな、そうで、15年にここで展示した、展示してる時にエンタさんがライブペイントして、もう絶対声かけるぞって思ってたんです、うん、の前に、その展示ができなさそうだったんですよ、本当は。その時、全国ツアーみたいなのしていろんなところで展示してたから、うん、その作品を持っていけたとしても搬出する日に取りに行けなくて、どうしようか迷ってる時に玄太さんがフェイスブックもやってるのを見つけて、で昔から好きだったんですみたいなのを書いて申請したら、なんかこうありがとうみたいに気さくに返してくれて、あ、なんかもうそれでもう絶対やろうと思ってなんか会いに行こうと思って、でやっぱ66点出ようと思い出て、なんか声かけれなくてライブペイント見たし、うんうん、終わってるんだけど、あなたはずっと下をってダラーっとした時間過ごしたよね一緒に。そうだから声かけるまでがすごい時間かかって、うん、そしたらそのここで展示してた作家の子の友達が、いや、ミンパさんなら大丈夫ですよっつって、もう肩をもうリアルに押されたんですよポンと。でゲゲゲゲンタさんぐらいの感じだったと思うんですけど、なんかもうそこをちょっともう恥ずかしすぎて覚えてないんですけど、そこやろ、そこで多分そこで作品と、そう、見てくださいって言って、だから見てももらえないと思ってたから、でとにかく忙しいだろうから、うん、なんかもう 2,3 秒で済ませたいけど見てほしいみたいな、すごいもうだけど結構割と全部ゆっくり見てくれたから、うん、私なんかすごいいろいろいいことを言ってくれて、まあ、でもポートフォリオみたいなのか、うん、作品見て、うん、見せたなんか絵を描いてますっていうのと、うん、第一印象に絵を描いてますっていうよりは、うん、あ、もうこいつアーティストやなと思ってた、うん、あのモリモリ感とやりたいことは全てぶちまけましたみたいな、うん、あ、これ大丈夫と思って、うん、何が大丈夫か分からんねあ、この子大丈夫、もうアーティストやわっていうのがめっちゃ第一印象で、嬉しい。玄太さんは言うことが違ったから、あ、なんか見てもらえてよかったなっていう印象がすごいあって、うん、でその時多分やること多くて、うん、でもう不安だったんですよ、自分がやりたいって言ってまいた種だったのに、うん、当時そのライブハウスで個展するだなんて経験もなかったし、うん、なのにやりたかったから、うん、そういうことしたいって言いまくって手に入れたチャンスなのに、うん、実際何すればいいのか分かってなかったんですよ、うん、そういうことがしたかったけど具体的に何を作るなんてことは何も考えてなかった、うん、だからそんな言ったけどできるのかっていう不安がめっちゃその時は、今はもうなんか普通にやってしまってるけど、その時はやったことがなかったから不安で、そのできるか不安ですみたいに相談したら、うん、時間が経てばこのページが増えてるだけだから大丈夫だよみたいに言ってくれて、神かと神がかってるな言うことがと思って、そう、あ、なんか言われたから大丈夫な気がするぞと思い、なんかでその後もうそれっきりになってしまうと思ったんですけど、その後下にも行ってゆっくりいろいろ聞けれて、そう、なんかどうやってそうやってなんかこう絵の世界に入っていったのかとかも聞けれたんですよ、うん、なんかバーって個展して、それでたまたまそのたまたまやでみたいなことを言われて、うん、でなんかデザインの学校かなんか行かれてたんですよね、初めて。そうやな、専門学校、うん、まあ、さっき言ったみたいになんかデッサンの勉強ができへんくて、うん、つまらすぎて、うん、途中で辞めたらやっぱり大学全部受からなくて、うん、でまあ
専門学校みたいなのちょっと行ったけど、うんまあ、ほとんど3ヶ月くらいでやめたから、うんうんうん、って言ってた、うん、でもなんか個展しようっつってなんかで25ぐらいの時かな、うん、でバーッつって場所決めて、うん、でバーッつってでも個展しようでも個展するだけの絵がその時あったっていうのがまあすごいなと思いつつで個展してたところでエゴラッピンのマネージャーさんがたまたま見に来てってみたいなことだから全部たまたまなんやでみたいに言われたけどそれたまたまじゃないなと思いながら聞いててそうでそうやってそのでもまあユミンポのあのモリモリ感と、うん、なんか先が見えてるわけじゃないねんけど、うん、先が見えへんから今できる一生懸命をやった結果のページが全部見れて、うんうんうんただそれがなんかグッときたかな俺あそうなんかね、うん、そうなんですあの時はだからもうこのなんかサボってるというか、うん、この時はこうしよう思っててなんか計算でやって失敗したページなんか一倍もないからだから次やりたいっていうこともそうそうそう多分結局今できることを半泣きになりながら、うん、マックスでこの子はやるんやろなと思ったら大丈夫君は全然大丈夫やねっていうのはめっちゃ思えたけどな、すごいもうなんかあの初めて個展しようっつってしたのが21で、うん、怖かったんです人に絵を見せたことがちゃんとなかったから、うんうん、でなんか怖いよな最初大事にしてたものゆえになんか披露して人にバカにされたら嫌じゃないですか、うん、分かるでの割に人が来てくれていいことを言われたんですよその、うん、でじゃあ来年もやろうっつってそのでももう来年こういうものを作りたいっていうのが漠然とあってじゃあこれを試そうみたいなでそういうのがなくなるまでとりあえず作り続けようみたいに来た延長に今いてなんか最近ようやくその時はもう本当もう明日死ぬみたいな感じで作ってたんですよ昔の絵は自分じゃちょっと見るの怖くて自分の絵って自分で見れますあんまり見返せへんけどでも見れるかな、うん、なんか見られへん種類の絵はあるけどその絵はどっちか言ったら、うん、気にしてるとかなんかその本心で描いたような絵じゃないやつは未だに見られへんけど、うん、なんか苦しすぎてなんか明日死んだらどうするぐらいで描いてる絵だからなんかぶつけすぎててなんかストレスをそこにぶつけてる感じでなんか見るのが辛いんですよなんかこう、うんでだけど人に見せるとそれが元気が出るとか言われたりしてそういう感想をもとに自分の絵を見れるようになることもあるんですけどだけど最近東京に越してきてから描く絵は割と自分でも見れるようになって多分力を抜くをなんか込めなきゃって思って込めすぎてたのがいい具合に力が抜けれるようになったりとかその見る方の目も考えるようになってそれまではもう自分のことしか考えてなかった自分がこういう絵を描きたいで描いてたんですけどなんかこういう空間を作りたいとか人に頼まれるからその人に描くわけだからその人に送る絵にしたいとかちょっと他の要素が他人の要素が入ってきたらちょっと絵が柔らかくなった感じがしてそれはすごく良かったなと自分では思っててでなんかだんだん昔は描けなかったものが描けれそうな技術的に、うん、精神的にもなそう、うん、だからもっときっと昔はこういう絵とか描きたかったんです本当はこういう絵が描きたいのに描けれないからなんかこう やきもきしててでももうちょっといけばこういう絵も描けれるんじゃないかって思ってて、うん、そうでもさっき言ったその、うん込めすぎててもあかんし、うん、なんかこうパッと開いてみんなに見てもらって気に入る絵とかあるやん、うんうん、で それで言うたらこれって、うん、この時期ってほんまに個展し始めて出たばっかりやったから、うん、あこれ何歳の時ですかじゃあこれ24、25ぐらいちゃうかな若っ個展初めてしたの何歳ですかその25ぐらいの時25でもう2回目の個展ぐらいの時に出したかな、うんじゃあっという間だったんですね、うん、そうやな、うん、あのほんまに内向きの自分だけの引きこもりで絵描いてたが、うん、急にビビりながら個展したら、うん、さっき言ったみたいに肯定的な言葉をかけてもらえんのや、うん、であれと思って、うん、なんかこう
嬉しなるやん、うん、なる。その嬉しなったんがドバッと一気に出た感じがこれやったから、今逆にかかれへんもんな、あこの感じが、うん、また今の絵とは違いますもんね。そうそう、こんだけ気持ちよく開いてかかれへんから、うんうんうん、そうそうそう、すごい。これちょうどニューヨークにおるときにちょっと頼まれて、うん、ニューヨークにいたの元太さん。そう、その時ちょっと来たかって、うん、その同世代の人たちが何を書いてるのか知りたくなって、で2ヶ月ぐらい行ったかな。へえ、バックパッカー的な感じで行ったの。そう、なんかその時代の時にチャットっていうのが流行ったばっかりやって、うんうんうん、で そこでチャットっていうのをみんなが集まって話すとか、うん、いろんな人が今のツイッターみたいなやつ。あ、そうそう、うん、でまあ自分でログインして入ったら、うん、その部屋に入れるみたいな。でニューヨークの部屋みたいなところで、ニューヨークで2ヶ月ってどんなもんやろみたいな、部屋代とか、うち来なよっていう人がおって、すごい。でも信用してへんやん、最初来たばっかりで嘘つけみたいな噛みついててんけど、よく聞いたらめっちゃ安心してちゃんとした大人の人やって、で行ったんだ。そうそう、その人もすごい人だったんで、あの、うん、向こうで MTV とか の、うん、あの CM とか、うん、そういうやつを全部作ってる、うん、あの日本人の人で、うん、映画のセットも。そうそうそう、へえー、すごい。で部屋を借りながら安い金額で貸してもらいながら、うん、しかもそこでちょっとアルバイトとかして。あ、へえー、そうそうそう、すごい良かったですね。そう、ドンピシャでめっちゃ良かった。その人とは今もなんか会ったりする、うん、その人今草間弥生かなんかのなんか装飾とか作ってる、うんうんうん、草間弥生の装飾作ってるの。ニューヨークでなんか草間弥生店とかするの、ショーウィンドウとかの。へえー、すごい。なんか いるもんなんですね。うん、今元太さんのルーツを聞けたから、出会いも話したし、まあ、経歴でいうと どんな感じで今に至るんですか。そのどうやって、そのまずそもそも多分絵で飯食うとか絵でずっとやっていきますっていう感覚がほとんどなくて、引きこもって引きこもってどうしようもないやつが、1回ぐらい自分で動かないやばいなって考えたのが20代前半やから。だからその時はもう個展するだけで、個展をするって決めて自分で動くっていうだけでもう自分を褒めたろうっていうのが、でそこでやってんけど、そっからそのエゴラッピンのジャケットで仕事やってますよね、うん、絵描きで仕事で食ってるんですよねっていう、うん、勘違いした人たちから仕事が終わって、うん、あれと思いながらやっていきながら、うん、でも2年ぐらいでちょっと迷ったけ ど、うん、何に迷ったのその時は。だってそもそも絵で食うって食えると思ってへんし、その時バイトしながら描いてた。そうそう、うん、だからこれでやってたこの調子いい時は続くけど、うん、ほんまにやる気あんのかどうか自分に一回聞いて、うん、でももう楽しいよ、うんうん、好きで好きで書いてたもんが仕事になって暮らせたらもうよだれ出そうやから考える必要ないやんって思って、もうやろうって決めてやっていくから、うんうん、当時と今って違います。やっぱなんかその私は最近なんです、3年ぐらい前までは何にも持ってなくて、うんうん、Twitter も Facebook も最近ホームページがあるぐらいで、ネットに何にも携わって ない方の作家で、個展つったらもう切って貼って千人に出すみたいな感じのやり方で来た人だったんですよ。いまだにその気があるんですけど、当時はどういうやってそうやって広まってったんですか、元太さんは。もうでもあれちゃうかな、一番ミラクルが起こったのはやっぱエゴラッピングがこうインディーズからメジャーに出始めの時にやらせてもらったから、だそういう苦労というか広める苦労とか、うんうんうん、自分の名前を売りたい苦労みたいなのはほとんど無意識のまま勝手に広がったから、うん、あ、まあ良かったか悪かったか、うん、そう。あれディル・アン・グレーのも書いてなかったですか。うん、うん、ディル・アン・グレーは、うん、そうやな、エゴラッピーの色彩のブルースって、うん、黒ジャケットっぽいやつの、うん、がすごく昔から好きで追ってくれて、あ、へえ、で声かけてくれたの。あ、そうそう、でこの人に変えてもらいたいって言ってオファーが来て。すごい。そうそうそう、元太さんはその音楽からこう来てくれたわけじゃないですか、うん、私はもう音楽に憧れてるから、うん、自分の絵を音楽の方に持っていきたいと思っ
ってて、書いてた結果その割と寄ってってるんですけど、うん、今その声かけてもらえたりする、あきっかけがそのクリープハイプっていう大好きなバンドがグッズを頼んでくれたのがきっかけで、あ音楽と携われたみたいな、うん、昔から思ってたことが実現できて嬉しくて、でももっとそうやって携わりたいと思って言ってるけど、具体的に何をしたらいいのかわからないまま、うん、まあ、今に至る勝手に夢見たったらいいんちゃう、もうアーティストやから。どういうこと？絵を、私の絵を使ってこの音楽をすると、うん、こんなことしたらめっちゃ楽しいのにっていうのを夢見れたら、うん、向こうがイエスの限らず、うん、もう私はそうとしか思われへんけど、うん、やれへんみたいな感じで言ったら、うん、向こうもいいかもねってなるかもしれない。あ、なるほど。あ、そうか。向こうがどう絡みたいかを待ってから、なんかこっち側でじゃあ受け身になるやったら難しいやん、うん、うん、そうね。CG ジャケットなのかグッズなのかみたいなから、なんかこういうことしたいっていうのは確かにあって、でもだけど最近思ったのが、それってもうこうあるんだからもう やってしまえばいいんだと思って、うん、で対バンしたいって漠然と言葉だけあって、うん、対バンしたい、うん、そうそうそう対バンしたいってでもできる気がしてて、うん、それをちょっと勝手に具現化した、うん、絵本かなんかにして出したれって今思ってて、この曲でこういうものが浮かぶっていう頼まれてもないんだけど、あでも自分がこうしたいっていう方が大事だって思って、うん、もうどんどん勝手にそうね書いてしまおうって思った。うん、今源太さんがその夢見てしまえばいいって言ってくれたのが良かった、うん、そうします。まあ、夢一回見たら多分止まらんタイプだろ。止まらんタイプし、昔そうやってイメージできれば大丈夫って、うんうん、好きなバンドマンの人も言っててし、うん、その私の好きなクリープハイプのボーカルもそういうなんか幸せな妄想ができるうちはまだ大丈夫みたいに言ってて、うん、まあ、じゃあ全然幸せな妄想しかしてないから、うん、大丈夫だなって思った。でもそれはすごくわかるな、うんうん、そのイメージができたらとか、うんうんうん、こんな夢やりたいわって言ってる時は多分その夢を現実にさせたいから走ってると思うから、それがよくわからんくて自分でもなってきた時がやっぱ危険っていうかな、うん、あなるほど。源太さんのいいなって思うことは、うん、イエスイエスヒヒってこうファッションにも落とし込んでるじゃないですか、うん、それはどういう、もう自分からこうしてこうっつってやり始めたんですか、うん、そうやな、うん、なんか、まあ、絵だけ描いときゃ幸せっていう時代があるやん、うんうんうん、別にそれ誰に見せるわけでもなくて、うんうん、なんかもう自分のこうバランス取るために描いてたっていう、うんうん、で個展して人が見てくれる状態になって、うんうん、でそれが今度誰かのためにそのジャケット見て喜んでもらうためにとか、うんうん、なんかその変わってくるやん、うんうん、でその流れでこう順番ずつ多分やっていってる気がするねや、うんうんうん、自分のため描いてた絵が人のために描けるようになってみたいな、うんうん、でそっから多分なんかどこ行くんやろみたいなのがよくわからなくなって、でまあこうキャンバスに思いっきり描いてても、うんうん、まあ俺は楽しいけど、うん、これ誰か見て誰か救われたり、うん、誰かのためになってんのか俺よく分からへん、うん、なんかますますディープ、絵がディープになればなるほど、うんうんうん、なんかかけ離れる気がしてさ、うんうん、でまあそんな絵やから仕事もそんななくなり、でそこをめっちゃ悩んで繋いだんがやっぱ服やったかもしれへんけど、うん、なんか絵はもう譲れんくなったというか、なんかもうゴリゴリ念をやっときゃいいと思ってたところをもう人のために力を抜けるようになったって言ってたよさっき、うん、逆でさ、うんうん、もっと人が、うん、こんなええかって言おうが、うんうん、もう自分のしたいことだけをしたくなってきたなってなってるのかな。絵の方で。そう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 。そこは最初気持ち悪いけど、うんうん、個人的すぎて、うんうん、でもその抜けた先のとこって行ったらもしかしたらみんな感動するんちゃうとか思い始めたら、一旦迷い始めてももうそこ一回入りたくてしょうがなくなったかな。あそうそう。だ
からその人のための分野としてファッションの方は、うん、本当今度 T シャツとか布とかそういうことってもう作品ではなくなるから急にものすごく楽になる。ああ、もうその目的というかその着てもらうためにとかある明確なものがある。そうそう、まあ、だから自分が何を描きたいかじゃなくて何を描いたら喜んでもらえるかの絵の描き方ができるようになって、あ、じゃあなんかもう描いてあるものから落とし込むっていうよりはもうこういうものを作るからそのために描いてるみたいな感じなんですか、服。そうやな、うん、そう、着てくれてる人が喜んでくれる姿を想像して描くから、うん、全く自分とは別やねんけど、うん、まあ、それがそれで楽しいんですよ、すごい、うん、でもそれを紙に持ってこられると苦痛でしょうがなくなる、うん、難しいやろ、うん、もう何年ぐらいやってるんですか。いやでもこの服はまだ4年目とかに、うん、あ、元太さん今何歳だっけ。今42。42かな、うん、若い。でもまあなんやかやで、さっき言った25から何年経ってます。もう17年やな。17年やばいよな、知らん間にやもんな。でもそない変わってない多分、成長もしてないと思うね。ぐる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 同じことを気持ちを絵の具でぶつけてるだけやねんけど、ね、初めて個展したのが2007年だからもうすぐ10年経とうとするんですよ、うん、ようやく活動が。あ、でもそれでももう10年来ねんな。ね、もうあっという間だったんですけど、昔の自分が始めた時とはこんな風になるとは多分想像してなかっただろうから、うん、よりその面白いものを見つけて今のポジションになってるからいいと思うんですけど、今後はちょっと変えなきゃいけないなって、そういうさっきのお金に変えていくとか、これを仕事に変えていきたいから。で、あと私その普段こう売ってるものがポストカードしかないんですよ。こう沖縄に1ヶ月個展去年しに、今年の頭しに行った時は、うん、このポストカードと似てない似顔絵って言ってる似顔絵描くのとだけで、あの10万稼いでたんですよ。で、10万、かっこいい話やな。10万持ってったんですよ、その、うん、あの自分のお金として、うんうん、で宿泊代やなんやで1ヶ月で10万消えたんですけど10万稼いでたんですよ。だからなんかトントンになってて、それが1個自信につながって、で、まあ、なんかそのもっとなんかなんとかなるならなんとかしたいと思って、うん、そうで東京に引っ越したのも本当好きな音楽やってる人が東京にいるし、その人たちと関わりたいし、でも俺いいとこと思うのはユミンポの、うん、あの絵から始まってんねんけど、うん、で結局全部絵やねんけど、うん、もう発想がそもそも絵描きじゃなくて、うん、絵から絵っていう枠界からはみ出てるやん、うん、その装飾をしたいとか対バンをしたいとか、うん、もう、うん、そう私の絵、作家としての絵っていうことだけ言うてる人は、うん、ほんまにあの額入れて飾ることがイメージやねんけど、ユミンポの夢がそもそも絵からは始まるけど、うん、絵描きとかそういう発想じゃないから、うん、そこで言うたらもう何ちゅうの、まあそうみんなが買いやすいポストカードとかハンカチがあってもいいけど、もうそれすらもう全部境界線なくして、うんうん、あのやったらめっちゃ絵もいっぱいできちゃうな。うん、嬉しい。そうなんか描くときに、そう絵描きをそんなにそのに憧れて絵描きやってるっていうよりは、その追っかけてもそう届かないものに手を伸ばしたいっていうのがすごいあって、うん、ゴールはそのゴールテープの向こうだみたいな感じで、うん、だから次元超えなからな、そう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 、神っていう次元を超えた向こう側にあるんですよ。そういうのをイメージして書いてるっていうのは確かにあって、うんうん、だからよくわからん新人やけど、なんかロリータの服みたいなの着てる、うんうんうん、その、うん、そこに直接書くとかな、もうこれで行ってもすっごいのできそうやし、うん、なんか表現というかしたいことはもう多分まっすぐに行ったら結構強いと思うんだけどな、うん、そうね、難しい過程は踏むのしんどいやん、うん、そのためにテキスタイルをここにこうやって出してとかの準備をするのって、うんうんうん、やったらもうそこはすっ飛ばしても手書きでいいから、うん、一回その、うんうん、そうね、
最終形を作ってしまえば、うん、もうそれを見た人はこの人にちょっと生地のテキスタイル頼もうかなが殺虫来るかもしれないし、うんうん、そうですね、作ってしまえばいいんだ。そう、なんかそのどうしてもデザインしていくってなるとちょっと疲れてしまう、なんかよくわかんないけど、なんそれよりはもうタイツとか履いてたらそのままそのタイツに書いてその柄にしてしまうぐらいがちょうどいいかもしれない、うん、そうやねんな、うん、俺もあかんねん、あんまりな、うん、仕事意識しすぎたら、あ、無意識に書いててやってるやつがそのままの、うん、なんかの形になる方がなんか作為がなくてめっちゃいいのが出るんだけど、ユミンポも一緒ちゃうかなと思うけど、うん、あ、嬉しいな、妙に仕事モードのこれ用のこれを書いてもらったら、うん、そんな器用でもないのに、うん、器用にしやないかんっていうモードが出るやろ、そんな気がしてきた。なんかだからさっきの絵本は最高なんじゃん。うーん、あ、そうそうですね、うん、そのままそれが普通になれば、そうね、あ、いいこと聞けた。そう、源太さんのファッションのやつでいいのは、そうやってその売るその自由な、うん、その服に落とし込んでるんだけど、その中で多分自由な感じがしてるからいいんだと思う。そこの服の中に収まりきらない感じを服に落とし込んでるのが多分すごくいいんだなと思って、でその私人づてにイエスイエスヒヒの意味を知って、どういう意味なんですか？あ、イエス、うん、まあでもあれ、でも細野さんきっかけやけどな。あ、なんで細野さんが、もう細野さん何言ってるか分からへんやんか、もうそれを延々と朝の4時5時に聞いて、細野さんも分かんないよっていう状態だけど、でも小泉君66点は、うん、あの全部オールイエスで来た。でももうここに来て10年経って、うん、オールノーで行こうって言って、もう細野さん意味分かんないですよ。まさかの、そう、まさかのもう真逆やろ、うん、なんか建築の人やから一応、うん、建築業界じゃあのオールイエスから入って、うん、オールノーでやんねんっていうのは、うん、意味が分からんなと思って聞いてたら、うん、でもそのいろんな世界中に建築あるやん、うんうん、あれを最初から好き嫌いで、うん、この建築はあんまり好きじゃなくて、うん、俺こういうのに好きなんやね、うん、好き反応すんねんな言うて勉強してたらあかんって言って、うん、どの、まあ、日本家屋にしろ近代的なビルにしろなんかヨーロッパのものにしろ、うん、世界中のあらゆるものを全部オールイエス、もう分かりましたで全部勉強していけって言って、でそれを全部受け入れた後に全てを拒否して、うん、あの自分のオリジナルを作らなかったって。なるほど、すごい。そうそう、ほんでだからもう世界中にないたった一つの自分が作れる建築をそれで目指すって聞いて、ほんで目が覚めて、え、ちゃんと意味つながってましたねみたいな、まともじゃないですかそれみたいな、なんか感動しますわそれっつって、それを覚えとったんかな。へえ、そうそうそう、まあ、それとやっぱり世の中の時代的になんかこう批判する人多いやん、うん、多い多い、あのもうダメなところを見つけてはいるっていう、でもそれでも前に進まへん気がして、社会が、でもなんか確かに時代がもう何て言うの、固定化してきて、まあ、ほなこのままのシステムでいいかっつったらそれもしんどいやん、だからやっぱりこう何て言うの、否定と肯定がどっち走っても多分社会潰れるから、それの間のような、なんかその否定と肯定が仲良く手がつなげたら一番平和というか、なんかそういうところにたどり着けるんちゃうかなみたいな。いいこと聞いた。そうそう、イエスばっかり言っててもね、いかんけど、ね、批判ばっかり言っててもね、うん、そうそうそう、自分の英語もそうじゃない、自己肯定しまくってもやっぱり次のステップが見えへんかったり、なんか私の場合は割と否定的で、その褒めてくれる人の言葉を流す癖があって、うん、聞き入れないんです、怖いから。その褒めてくれてるのは今だけで、どうせ気持ちも変わるだろうから、あ、なんか言ってくれてるなって流して、割と否定的なことを言う人の方に耳を傾けてしまうんですよ、うん、しその方が自分が成長するし頑張れると思ってて、うん、でもそれもきつくなってきて、
そのそればっか聞いてると、うん、だから本当両方を聞き、うん、その褒めてくれてるのは本当に褒めてくれてるわけだから、うん、それをもうちゃんと素直に受け入れんといかんなっていうのを、うん、数年前に覚えて、うん、そうそうそう、よく言ってくれる言葉も大事だと、うん、嘘ついてるわけではないから、うんうん、めっちゃ好きで感動したし、こんなすごい溢れてんのって好きってなるからな、うん、ありがとうって返してあげる、うんうん、そうですね、だからそう、だから両方あれだし、でもやっぱり結局その褒めてもらうのも素直に、うん、うわ嬉しいってなる心と、うん、否定的なところも腹立つけど、うん、でもそういえばそうかっていう、うん、その両輪がないとやっぱまっすぐ走られへん、そうね、両方いりますね、うん、あ、いいこと聞いた。でもお金の面は何とかしようって本人が思わんかけど何とかならんけど、うん、あ、そう、何とかしたい、それは、うん、十分作品としてはお金をもらえるクオリティにはなってると思うんだけど、うん、ね、そう、昔はそれすらよく分かんなかったけど、最近は普通に、やっぱ10年続いてやってたらね、うん、意味あった、だからデッサンが狂ってる狂ってないとか、うん、そういうことじゃなくて、うん、もうこの人は書き倒してきた人っていうのが分かるやから、もうその気持ちよさが多分、うん、じゃあお願いしますって仕事になれるクオリティに来てると思う、うん、あ、仕事にでもそれを続けてたらいつか仕事になると思ってたら多分仕事にならへんくて、あ、変えていかなきゃ、そうそう、仕事にせな、知ってもいいんちゃん、うんうん、おかしいわって自分で思わんと、うん、多分それは仕事になっていけへんってことやから、うん、変えます、今年変えます、あ、嬉しい、ありがとうございます。そうです、あの、この今回はその好きな人に好きな人やものを聞く、そうや、そう言うてた、源太さんは何が好きとかあったんですか、その画家さんだって、そう、それを前にそういうことにテーマでって言って、うん、でちょっと考えてみてるけど、うん、俺もほんまにナチュラルにそんなになかったかな、うん、その盲目的にこれにハマるっていうのが、うん、で画家の人も大体絵描きやったらいてそうや、うんうん、あの画家がすごく好きとか、だからそんなこともなく、いろんなジャンルのすごいをなんか感じてたっていう感じするんだけどな、音楽だから高校時代この映画結構ハマり始めの頃っていうのはすごくマリリン・モンローを聴いたり、へえ、マリリン・モンロー、そうやろ、変やろ、え、マリリン・モンローって歌ってんの、歌ってる、歌ってる、歌手なの、うん、え、あのマリリン・モンローですよね、うん、ムーン・リバーとかなんかあと。ムーンリバーは有名な人、そうそうそう、アンナとか、うん、まあだからそれと、まあ、ハードコア、うん、ハードコアって言ったらもう、うん、私のそれも好きやったし、なんか気がつきゃ思いっきりバラバラのジャンルを同時進行で聴いてたから、うんうん、その癖は今でも抜けてへんけど、絵も結構そうやったかな、だから何に反応してんのかなって思いながら自分も、うん、でもなんかそのジャンルはとりあえずどうでもいいんだけど、うん、なんかそのジャンルで突き抜けてるとか、うん、まあ言ったら緩く歌ってんねん、緩く書いてんねんけど、その緩くやってるところにも焦点があるやん、うんうんうん、みんなは緩く書けるけど、うん、緩っと書いてもすっごいいい絵ってあるやん、うんうんうん、それができる人になんか惹かれたり、うんうん、まあその真逆で緩くなんか書いてへんくても、うん、って書いて、うん、気持ち悪いぐらい書いてんだけど、やっぱりそれはそれで書こうと思ったり、うん、なんか源太さんは強弱があっていいなと思ってて、どの 線が生きてるというか、無駄な線とかなく、その自然に書いてる感じが羨ましいなと思って、力の抜くとこ抜いてるんだけど力強い絵っていうのが、自分はただ書き込むことしかできないから、本当はこうなんかこうこんな風に気持ちよく歌ってるような絵を描きたいと思ってるんだけども、うん、そんな感じにはできず、うん、そう、憧れてしまう絵っていうのがこういうものなのに、自分の絵はそうじゃないっていう、うん、このギャップがある、すごく、でも、うん、まあ憧れ必要ないねんけどな、だから憧れるっていうか尊敬はしてもいいと思うんだけど、俺もものすごくいろんな人は尊敬するけど、うん、でも一番気をつけてるのは、うん、その人になりたいとは思わんとこうとは思ってるけどな、だから
アーティストって、うん、あのアーティストらしいよねとからしくないよねみたいな言葉がよう言うやんか、うん、あれがあんま好きじゃなくて、うん、みんなが思ってるアーティスト像に俺はならんくてもいいやんか思ったすんねんだそれをあんまりやりすぎるとなんかアーティストの仮面つけてるような喋りやったり態度とかなりそうやんか、うん、よくわからんけど、うん、だから それこそがだからあれちゃうかな、うん、あの武器な気すんねんけどな、うん、だからユミンポが書くことがユミンポの武器で、うん、俺が書けることが俺の武器やから、うん、俺がピカソになる必要ないし、うん、あ、そうね、そうダリンの技を手に入れる必要もないし、うん、俺のまんまがそのまま出たら、うん、それがアーティストの条件じゃん、うん、どっかで思ったりすんねんな。あー、いいこと聞けた。そこぐらいやな、気ぃつけて。あとはあんまりルールがないかな。一回でもルール作りすぎてしんどくなったことあるけど、絵はこうでなければならないみたいなルールで自分が狭くしんどくなったけど、今はほんまにまた広がったかな。すごい、ちゃんと考えてるんですね。いや、考えてへんの怖いで。だいぶアファホ全開やな。これが好きでとか一個ハマってるものとかあります？食べ物とか何でもいいです、ジャンルは、うん、何やろ、何が好きなんですか、ゲントさんは。俺、うん、でも好きな時間ってどっちかってやっぱあれかな、うん、水、水というか海とか、うん、あれは1年に1回キャンプみたいな時間がないと、うん、なんか生きてない気がする。自然が好き、水のあるところが好き。でなんか毎日毎日接しときたいわけじゃないけど、うん、たまにその夏になったらやっぱキャンプが思い浮かんで、うん、で海行ったらちょっと透明度のある海に生き物が泳いでんのをもうそれ見るだけで、うん、あれあのだいぶ浄化されてるじゃないけど、うん、気持ちいいって感じるっていうのを最近よう知ったかな。元太さんもともとどこの人でしたっけ、生まれはこの辺。いや、生まれ血筋が奄美大島。奄美大島、奄美大島であの沖縄の、うん、あ、そうなの、まあ、あの両親の両親っていうのが、でも住んだことはない、うん、神戸で生まれて、うん、で大阪で育ってみたいな、すごい、はい、何やろな、なんかハマってることありそうやねんけどな、出てこへんな。私アニメ大好きだからやたらアニメ見てます、ね、うん、アニメは好きだから漫画読まない分アニメはめっちゃ見るんですよ。そのあ、そっかそっか、そうで、そっからとかラジオ聞く、もうラジオから言葉を得てると、なんかもう本当なんかそんな言葉も知らないのっていう言葉を多分知らないんですよ私。テレビとか見てます？テレビは逆に子供ができてから子供が見てんの、うん、見てたりとかすることでちょっと増えたかもしれないな、うん、そっか。そのゲットさんいつ結婚したんですか？30。あ、早いね。早いんかな。奥さんためでしたっけ？そうそう、ためで、でも17から付き合ってやから、うん、言ってましたね、うん、早いって感覚はだから逆になる。ああ、そっか、もうずっと付き合ってました、ね、もう粘ってやっとる。粘って結構粘って結婚したみたいな感じやから。でもまあ悲観的なこともイメージしてしまうけど、多分それがあんまなったことないやろ。あ、うんうんうん、だいたいいい方に転がるのが、うん、そうね、割と今のとこは想像した以上にこうオファーが来たり反応があったりとか、なんかそこに恵まれてない、恵まれてる。一生懸命自分のできることをやってお返ししようってやってるから、やっぱそこに感動してみんなが助けてくれたり繋がったりとかしそうやからな。全然なんか間に合ってないんですけどね。なんかもう、まあ、でもそんな言葉が好きやけどな、そもそもあのやり倒してるけど違うんです違うんです、もっとしたかったんですって言ってる姿勢がやっぱグッとくるっていうか、あんまり頑張ってへんけどいや、やったんですよっていう人で守ろうとする人よりはもう十分やれてるやんって言ってるんだけど、もっと足りなかった、してやりたいんです、もっともっとあのみんなに感動与えたかったっていう方が上回って、それしか言葉出てこへんのは、あ、この人大丈夫やなって思えるちょっと一言やったりするねんな。でも俺が尊敬する人って結構それ言うてるねんな、もう十分やろとか、もうかっこええやんと思ってんねんけど、いや全然ゲンダ君が思ってるような感じじゃないからって、もうそれがしびれるわって思ったりするんだけど、しびれるわ、そう、しびれる。
いいこと聞けたな。そう、それと同じ発言をユミちゃんがやっぱするから大丈夫って思ったりする。ありがたいことを聞きに来た。なんか最後にメッセージをもらおうと思って、うん、何でもいいですよ。あ、結婚ユミポに対して。いやでもなんか、外すだけ外したいなと思うけどな、ユミポのなんかこの。どういうこと？いやおもろいから、うん、あのなんていうのボーダーが、うん、ここまではあの絵描きやけどここからは違う仕事とかそういうようなとか分からんけど自分はここまでしたいけど、うん、そこは違う人がやる領域やと思ったとかいろんなことがやっぱり人間ってつくやんか、うん、それを全部外したら、うん、この子何すんねんやろっていう楽しさがあるから、なんか そういうのはこれからも一個ずつでも外していってあそこを見たいなとか言っちゃう。あ、なるほど、広がる。まあ俺もな、まあ、それを見て刺激逆になるから。なんか、うん、そっか。だから逆に言ったら行くとこどこでもいいね。ユミンポがどこに向かおうが、うん、いやそっちじゃねえだろうっていうのは俺はなくて、うん、どこ行ってくれてもいいから、うん、もうそっちにそんな気いったんやってユミンポみたいで、うん、思うあいつやっぱりあの変人やわっていうのが見たいなっていう、うんうん、いいこともらいました。ありがとう。今日はなんか貴重なお時間をいやいやいやありがとうございます。